T1100 は1985年に東芝が欧州、米国向けに発売したラップトップパソコン。東芝の発表資料では世界初のラップトップ PC と説明されている。ハードウェアとしては IBM PC デスクトップと互換性があり、3.5インチフロッピーディスクドライブを搭載し、CPU に Intel 80C-88 を搭載している。 モノクロ液晶ディスプレイによる80時25秒のテキスト表示と64200ピクセルのグラフィック表示をサポートする。2012年に日本の情報処理学会より2011年度情報処理技術遺産の認定。2013年に IEE、e、よりラップトップパソコンの開発における先駆的貢献として IEE、e、マイルストーンの認定を受けた。 すでに東芝は1981年10月に、米国で T200、日本ではパソピアとして自社ブランドのパソコンを販売していたが、パソコン事業としては、競合他社に大きく、遅れをとっていた。一時は米国から事業を撤退させる方針が決まっていたが、旗や乗り数が、東芝、大梅工場と上層部を説得し、米国では自社ブランドをやめて、 OEM で事業を存続することになった。畑屋は米国で OEM 締結先を探し回っている中、IBM 互換の折りたたみで机に置けるような小さなパソコンというコンセプトを思いついた。1983年秋に T1100 の基本構想が提案され、溝口哲也をリーダーとする開発チームが立ち上がった。機能を盛り込むよりもラップトップを開発することが、 最優先であったため、設計は衣装デザインを先行させ、それに合わせて実装設計を行うという手法が取られた。決定したデザインでは平面ディスプレイを使用することが確定していたが、当時はパソコンに本格的に採用されている例がなかった。T1100 はモノクロ液晶ディスプレイを採用することにした。それと、並行して、 松下電子工業と共同で目に優しい長波長の大色プラズマディスプレイを開発し、こちらは後継機の T3100 に搭載された。サンプルを完成させて、大手互換機メーカーと OEM 契約を結び、量産に向けた準備が進められていた中、1984年6月頃に突如 OEM 契約がキャンセルされる。社内での議論の末、米国で、 自社ブランドを復活させる運びとなった。T1100 は3.5インチフロッピードライブを搭載していたが、当時のソフトウェアは5.25インチフロッピーディスクが主流であったため、ソフトウェアメーカーへの働きかけも行われた。西田厚俊が中心となって1から2から3の開発元であるロータス本社やディベスの開発元であるアシトンテートを訪れて交渉を重ね、 3.5インチメディアの発売を促した。1985年1月から行われた3000台のテスト販売は完売した。1985年4月にハノーファーメッセトレードフェアで T1100 が発表され、間もなくドイツを中心に販売が開始された。T1100 は1985年末までに1万台を売り上げた。テスト販売を終えた頃には、 IBM PC-AT が勢いをつけ始めていたため、開発チームはすぐに次の機種、p c a t 互換のラップトップ機の開発に取り掛かった。これが T3100 の開発につながった。ありがとうございます。